皆さんこんにちは、あっちょです。またまた eBay でね、超激レアな高額商品を買っちゃったんで、紹介していきたいと思います。それこちら、じゃじゃじゃん。ジェームス・GOESBBT、まあ、やつなんですけど、英名が。例えると、これ、赤鼻のジェームスですね。全体的に見るとこんな感じ。これ2008年製で、あと顔がなんか困り顔になっていて、これは超激レアですね。はい。裏面はこんな感じになってます。ペンキトーマス、トコヤニットダック、ダンカンと象の彫刻、ジェームス、ヒーロー、ビクターですね。なんと、その価格、eBay で買った価格、なんと、ダラララーダン !26,104 円です。高ーい。いやー、これめちゃくちゃ高いし、まあ、やっぱり、まあ、やっぱり世界もんで買っ、まあ、過去に見たんですけど、ね、やっぱり3万円近くするし、まあ、世界もんと比べれば、まあ、eBay の方が、まあ、送料ちょっと安いし。まあ、安いって言っても、まあ、世界もんよりかは、まあ、安いんですけど、ちょっと高い。まあ、高めですね。まあ、でも、やっぱり、赤のジェームス買えてよかったかなと思いますね。いやー、これ自分でもこれ欲しかったやつですね。いやー、僕、あとトラックマスター残ってるのが、バートラムとモンティだけ買えば、まあ、新規キャラクターは、これで終わりですね。いや、これ開けるのがすげえ大変なんです。これ逆にハサミを使わないといけないし、これはすごい手間作業です。なんか、これなかなかうまく切れないです。あと、切るとき、特にこの箱系のトラックマスターは、特に、開けるとき怪我しますので、注意深くやってください。そう、こういう系のパッケージだと、なんかちょっと、楽ではないですけど、ちょっと開けるのが、一苦労ですし、切っちゃいました。もう、やっぱり昔こういう系が多かったんですね。最近液体バンスク買います。結構数年ぶりに使えます。まあ、使えます、ね。結構、塗るときはヒリヒリするんです。まあ結構スーってして痛いんですけど、やっぱ縄では普通のバンスクと比べれば、まあ早い方ですね。来た。はい。溶けが早いですね。いや、なんか商品紹介とちょっと話がぶっ飛んでしまってすみません。やっぱこういう系の箱はちょっと怪我する。まあまあ、血はつくことはなかったですね。まあそんな感じで開けていきましょう。よし。ちょっと。開けるとこんな感じになってます。やっぱすごいこれ箱がすごいギザギザしてる。で、まあペンギトーマスとラック、これがラック、まあミス、まあビリーと同様のまあもの。もう見せなくても分かると思うんですけど、まあ、説明書がまあ入っ、あったって、あれ説明書違うなんか違うね。
見たら説明書全然違う。前とは違うやつが入ってますけどね。はい、説明書こんな感じ。まあ、トラックマスター紹介ですね。こんな感じだったり。紹介パンフレット。おー、すげー。これ初めて見た。なんと、ペンキトーマス、ここへ行っただく、ダンカンの像の彫刻がありますね。そして、まあ、2008年の海外では、トーマスが作るミステリーマウンテンが放送、まあ、映画化され、その意味もない、まあ、トーマスの、まあ、アトラクションみたいなものが発売され、リモコンスタンリー、ネルソン、まあ、リモコントーマスシリーズ、リモコンコントローラーシリーズ、そして重機、ソロートの重機が、トラックマスターに初めて製品化されましたね。製品化されたのがバスター、バイロン、パトリック、オリバー、ケリー、ネルソンですね。そしてあと条件部品やカシャシリーズですね。いや、僕ね、カシャシリーズだと、これが欲しいですね。ティールームとサーカスカシャですね。あとなんかこれも正直、すごい欲しいです。あとこれも欲しいですね。あと、遊園、なんか観覧車も欲しいですね。まあ、バートラムとモンティ以外にも観覧車も欲しいですし、あとこれも欲しいです。まあ、カシャシリーズと条件シリーズはまあ、欲しいですね。そして、最後のページだと、12シーズンの DVD 関連の広告ですね。いやー、本当ねー。まさか今回は違うパンフレットが同封されてます。これはめちゃくちゃラッキーです。だいぶ乾いたら大丈夫でしょう。それでは紹介していきたいと思います。これが赤鼻のジェームス。全体的に見るとこんな感じです。まあ、ランモードは旧姓仕様となってまして、ただ、あの、鉢模様が、ここはプリントアウトされていて、淡水車はシール仕様ですね。そして、この困り側のジェームスがとても、貴重ですし、すごい、鼻とほっぺまでがすごい、ま、あの、赤くなってますね。で、リードは、まあ、旧姓の初期のものみたいなものを使用してるんですね。まあ、そしてカバーですね。ちょっと硬いですね。で、そしてブレーキ車、こんな感じになったんです。まあ、これ車掌車です。ブレーキ車といっても車掌車です。結構、まあ内容が軽いやつです。はい、まあそんな感じです。まあこれがまあ赤原のジェームス。いや、本当集まってよかったですね。それではレイアウト作って走らせていきたいと思います。じゃあ行こう。レイアウトがこんな感じにできました。結構ざっくりめのレイアウトで、当選も組み切りの、当選も含めてると、伏線曲線ルールを使いました。それを走らせていきたいと思います。赤穴のジェームス他に、以前も紹介したペンキをかぶったトマスをここに、泡まみれなくて一緒に走らせていきたいと思います。
赤鼻のジェームスの走行シーンいかがでしょうか。やはり感想としては、まあ、ダックと泡まみれのダックと赤鼻のジェームス並べてみると、なんかクラシックシリーズ感があって、なんか後ろにはペンキトーマスで、これは新シリーズのものですね。やっぱね、なんかこれを見るとすごいオリジナリティな感じがしますね。はい、トラックマスターのカーナージェームスいかがでしょうか。やはり感想としては、まあ結構、まあ26,104円というね、結構バカ高い価格でしたけど、やっぱり、まあ、2段にこだわらずに、まあ3万円以下で買えたのは良かったし、まああとトラックマスターに残っているのはバートランとモンティだけ買えば、まあ車両たちはまあ終わりで、まああとはカシャシリーズや、あと上級部品シリーズを買うぐらいですね。はい、そんな感じです。まあ、レアものですが、頑張って、まあ、集められたらなというふうに思います。はい、そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。バイ。